今日は鴨鍋です。火が強いな、これ。鴨は脂がですね、黄色い脂が出ますね。全然肉質が違うんですよね。鴨の肉をこんな風に、下に入れて、今蓋をすれば出来上がりなんですけど、油を見てもらいたくてですね、豆腐の、これは九州の幻の豆腐を使いました。白菜ではなくキャベツです。いやー、いい感じですね。あと5分ぐらいで出来上がります。